さあそれでは両チームのメンバー紹介してまいりましょう。まずホームのカターレ富山です。スタメンは予想フォーメーションでご覧いただいています。ゴールキーパーは西部、ディフェンスは八木下、林道、戸根、アンカーの位置に末木、ウイングバック右音泉、左安藤直人、2列目の中姫野と椎名、そして2トップは吉平とマテウス・レイリア・ドス・サントスです。アウェーガイナーレ鳥取、メンバーを紹介してまいります。スタメン予想フォーメーションでご覧いただいています。ゴールキーパーは田尻、ディフェンスは4枚、坂本、鈴木純也、藤原、魚里、ツーボランチはセセと新井大輝、そしてサイドハーフ右は小田垣、左が長島、ツートップは石川と大久保で予想しています。ここはエリアの中に運び込めるか。富山は人数かけて守っていますが、ボールは鳥取、新井から右サイドへ、エリアの中には2人入っている、ふわっと入れ込んでくる、シュートチャンスを作る、先制は鳥取、開始早々です。長島、石川からキーパーパンチング、長島が落ち着いて決めていきました。左が空いています。大里、中へ、またチャンスを作る、コーナーキックになりました。シーナ、左を使ってくる、エリアの中には4人入ってきた、またファーサイドからよく振ってる、いやしかしこれはナイスセーブ田尻です。壁に当たる、もう一度2点目が入りました。せせ、この時間帯で大きい2点目、鳥取です。一旦壁に当たって、しかし今シーズン28得点うち11得点がセットプレーから、ゴールの前だ、打ち込んでいけるか、いやわずかに枠の上、ここで1点上げられれば非常に大きな1点になります。鳥取巻いてくれ、ヘディング、キーパーの前、高橋俊太クリアをする、どうだ、キーパーを収めました。高橋が前を向く、ここは右サイド使ってシュート、高橋俊太、清永は今低い位置、次花井が、いやこれはもう一度鳥取のボールです、シュート、キーパー正面でした。セセは右足、ファーサイド、もう一度収めた、前線に選手が残っている鳥取、エリアの中には3人いる、マイナスのパス、ヘディング叩きつけた、戸高、ここで長い笛、試合終了、2021明治安田生命 J3 リーグ第20節、カターレ富山対ガイナーレ鳥取の一戦は2対0、鳥取が勝利を収めています。